チャンネル登録、お願いします。こんにちは、伊藤まりなです。いろいろなニュースから、私の気になったことをピックアップして、その中で、ネット上で見つけた、いいなって思える意見を、まとめてみました。今回は、韓国の使い込み疑惑、イランの輸入代金はどこへ、についてです。なんとなくだけど、お兄ちゃんには、マリナやさくらちゃんが一緒にスキーに行かないってこと、伝わってない気がするんです。マリン、もしかしてお兄ちゃんを騙して、スキーに、行っちゃう気かしら？我が妹ながら、恐れを感じているマリナです。グローバルニュースアジアから、2019年12月16日、不思議の国、韓国、は、北朝鮮からどんなに罵倒されても、笑顔を絶やさない。北朝鮮のミサイル発射場、二周見衛星発射場は、去年廃棄を約束されたはずだった。しかし、7月に続き、2019年12月13日にもまたミサイルが飛ばされている現実。これに対して、韓国大統領府は現時点まで、特別な反応を示していない。国家安全保障会議すら開いていない。もしかしたら、韓国に飛んでくる可能性もあるのに、何もやらないのです。さすが、ムン大統領。チョンアデと政府の長い沈黙は続くばかりです。その韓国首脳陣を北朝鮮は何と言ってるのだろうか。北朝鮮の対外向けラジオ、平和放送にて、ムンジイン大統領を南朝鮮当局者と揶揄した上で、朝鮮半島非核化と平和を物乞いする馬鹿げた行動ばかりしていると侮辱攻勢をかけたのです。南朝鮮当局は外政に媚びへつらい、関係改善や平和を熱心に物乞いしていますが、実際は南北関係と朝鮮半島情勢は緩和どころか一層悪化しているのです。余すことなく外交力を発揮しているのですね。外交の天才と言われる片鱗が出ています。北朝鮮から物乞いされていると言われている大統領です。貴重な存在です。生温かく応援しましょう。マリナも北朝鮮に習って、ムン大統領のことを南朝鮮当局者と呼ぼうかな。国内で広まり出したら使ってみようと思います。さらに、北朝鮮は、金剛山の韓国施設を撤去するとも脅迫しています。南北経済協力の中断を北朝鮮はすでに宣言している。そうした上で北朝鮮は俺のことを制裁してみろと韓国に挑発しています。韓国はどちらかが穏やかに接すればこの場合、韓国、同胞だから分かり合えると鷹をくくっています。しかし相手は北朝鮮です。そんな気持ちが通じないことは、歴史を見てもはっきりしているのですが、。ムン大統領は、あくまで同胞に優しい人として、北朝鮮へ、手を差し伸べています。事前を超えて、物乞いと罵倒されても、ムン大統領は、グレタさんと一緒で、ノーベル平和賞を狙っているのです。ここまで馬鹿にされても、何もしない事実を見ても、しかし、韓国国軍が、政府に意に反して、北朝鮮に、北朝鮮爆撃 CG 動画を送っています。そりゃそうですよね。半島統一されたら、真っ先に、粛清されるのですから、国軍も理解してきているのです。随分遅い行動ですが、そこまでされても、2019年12月6日、韓国統一省は、WHO、世界保健機関、が、北朝鮮に行う母子保健事業に、約5億4000万円支援することを発表しました。今年6月、韓国が国際機関を通して、北朝鮮に5万トンの米を支援しようとしたが断られた経緯があります。北朝鮮は、ムンジェイン政権との対話を一切拒否している状態ですよ。無情な愛ですね。それに引き換え、現実の韓国の経済状況は、惨憺たる結果になりつつありますのに。どうしてだろう。何か欠落しているのです。北朝鮮の事前運動をしている状況でないのに、イランからの美味しいニュースが飛び込んできました。イラン外務省が、先日現地駐在の韓国大使を呼び、イラン産原油と調経質油の輸入代金を支払え、と、強く抗議したことが、
13日までに分かりました。代金はおよそ7兆ウォン、約6500億円です。この話はマリナが3月に、韓国のイランの輸入代金の使い込み事件、隣国に対する制裁の L シート目の回でお話をしましたが、やっとこの話が大きくなり、点と点が線に結んだということです。皆さんに認知されるきっかけができて、よかったです。日本のマスメディアは、このニュースを避けていましたので、よく覚えているニュースです。内容は、前回の話を混ぜながら、解説します。現在、イランは国連から制裁を受けています。過去に、イランがずっと制裁を受けながら、韓国に石油を輸出していました。当然その代金、韓国はイランに払わなきゃいけないんですけれど、制裁でお金の送金ができないということで、売買代金は韓国の銀行が預かっていたということがあります。これは、日本でも同じことで、イランは制裁を受けながらでも 100% のうちの 30% くらい、まだ取引ができたんです。ただし、お金の送金ができないということで、日本の三菱銀行が窓口になって、石油の代金は、全部イランのお金を三菱銀行が管理していました。経済制裁が解かれた時に、日本の三菱銀行はこのお金、いわゆるイランの石油代金はどうしましょう。ということで、イラン側に問い合わせをしました。イランからの石油代金として、日本が今まで支払ってきた巨額なお金が日本にあります。これをイラン側にどうしましょう。と、問い合わせたら、イラン側は、今まで制裁がかかっていたので、経済復興をしないといけない。これからの経済復興のため、当然アメリカとか、ヨーロッパ諸国、また日本からいろんな物資が欲しい。日本の銀行は信用がある。なので、日本にある石油代金の売り上げはそのまま置いておいてください。お支払いの時に、日本のその銀行から支払います。LC を組むということが、この銀行でできる理由、日本の銀行の信用力を話しました。しかし、韓国の銀行は、本来預かっていなきゃいけないイランの石油代金を、銀行が使い込んでいたという話です。覚えておりますでしょうか？3月に流した動画です。この話は、朴大統領の時代の話ですが、実は政府が使い込んでいたんです。なので経済制裁が解消された時、慌ててイランに飛んで、謝りに行ったというオチです。この話の動画を制作してから、9ヶ月後の今、どうなっているかの報告をします。イランに飛んで、謝りに行った朴大統領は、これはあくまでマリナの見立てなのですが、おそらくこの時点で、裏取引が行われたのだろうと思われます。日本で、韓国のホワイト国除外した理由の一つに化学薬品、これが核開発であるとか、ミサイル開発であるとかに使う、流用できる、日本からたくさん薬剤を入れて、イランに流れていたのではないか、そういう動きがあったので、日本側は、ホワイト国から除外したと思われます。過去3年間、この薬品はどこへ持って行ったのか、これを明確にしないと、日本側は輸出することができない、ということで、現在韓国が大騒ぎしている理由です。今回問題になっているのは、イラン外務省は先月中旬、テヘラン駐在のユ・ジョンヒョン韓国大使を呼び、IBK 企業銀行と売銀行の口座に、9年にわたり預けられている、イラン中央銀行名義の預金、およそ7兆ウォン、約6500億円について、これを早期に引き出せるようにしろと要求しました。どうして、韓国に対して、そのような要求をしたのかというと、超軽質油という油があります。これは韓国の弁によりますと、イランの制裁対象になっていない石油なのだそうです。韓国は他の例外国とは違って、制裁対象になっていない超軽質原油だけを、イランから輸入していました。イラン外務省の関係者は、アメリカの制裁対象になっていない、医薬品や食料品の輸出入代金の決済は、その気になれば可能だ。ところが韓国政府は、まともに対応をしない、と主張しています。イラン中央銀行やイラン保健省などの、関係者もユ大使に会って、問題の解決を要請しました。ソウルのイラン大使館も、最近韓国外交部の担当者に何度も会い、韓国側の対応に、数々の問題があると指摘しました。おそらく、韓国は、
長径質油が制裁対象だと知っているのにもかかわらず、嘘をついて輸入しているのです。言い訳は、今回の事態は今年5月、韓国がアメリカからイラン制裁の例外国として認められなかった時から、事実上予想されていました。当時、韓国は他の例外国とは違って、制裁対象になっていない長径質原油だけを、イランから輸入していたため、韓国外交部は、韓国は例外国の延長が認められる可能性が高い、と自信を持っていた。ところが蓋を開けてみると、例外国にならなかったため、韓国の企業と銀行は、アメリカによる制裁の影響を、まともに受けてしまい、韓国とイランの貿易も、事実上の断交レベルとなってしまった。企業銀行も、売り銀行も、イラン中央銀行名義となっている、ボン口座を事実上凍結し、貿易代金の決済も中断した。これも韓国の筋書きですね。イランも怒るわけです。さらに、事態の悪化を受け、韓国外交部は11月25、27日にかけてイラン大使を、歴任したソン・ウンヨク韓国国際協力団、KOICA 理事をイランに派遣しました。当時韓国外交部は、ソン氏が率いる使節団を経済協力代表団と説明し、通常の外交交流のように装いました。しかし、ソン理事率いる何の権限もない使節団、経済協力代表団でごまかしました。この対応は、イラン政府の怒りに油を注ぎました。現在、韓国外交部は、イラン側の立場は理解する、としながらも、アメリカの制裁によって、イランの求めには全て応じられない、と説明しています。ユ大使も、ソン理事も、イラン政府関係者に対し、最近アメリカの制裁が強化され、韓国の企業も銀行も完全に萎縮している、と説明したという。外交部は、制裁対象になっていない品目の輸出入代金については、早期に決済ができるようアメリカ側と協議を行う意向も伝えた。この手口を一言で言いますと、騙し討ち、です。おそらく、イランに支払うお金はないということです。花から支払うつもりもなかったのではないでしょうか。アメリカの制裁をかこつけて、制裁対象になるであろう長径質油を知っていながら、輸入していたのです。それも過去9年間、石油代金未払いです。これから、イランと韓国のバトルが繰り広げられようとしていますので、注視しましょう。イランという国、舐めたらいかんぜよ。でもすごいですよね。世界各国で揉め事を起こすのですから、日本だけではないのです。やっぱりマリンはお兄ちゃんを騙していました。お兄ちゃんはマリナも、さくらちゃんも一緒に行くと思ってました。でも、お兄ちゃんには伝えません。説得されたり面倒なんで、黙っていようと思うマリナでした。皆さん、いろいろなご意見がありますよね。ご視聴ありがとうございました。伊藤マリナでした。また、お会いできるのを、楽しみにしています。チャンネル登録、お願いします。